エレナ・ミハイロブナ・バイビコフは、バイビコフは、ロシアの日本文学翻訳家、イスラエルの翻訳研究者、イーブ・ゾーハーの教え子。神戸市外国語大学准教授である、旧ソビエト連邦、レニングラード生まれ。1992年は、ナナアレプログラムにてイスラエルへ、高校留学、高校卒業後期間。2002年に、エルサレムヘブライ大学を卒業し、 日本政府文部科学省、国費留学生として、京都大学院在籍。2008年、同大学より博士号を取得後、イスラエルに帰国。5年間にわたり、外国情報誌、ザルベジオムで、コラムニストとして、日本社会、文化に関するコラム作成した。2017年、神戸市外国語大学に採用され、再来日し、ロシア学科の准教授に就任した。 国際結婚において外国人配偶者の社会的アイデンティティ実現をめぐる諸問題の研究。この研究は日本社会でのロシア人妻たちという対象を文化、社会人類学的観点から考察した新しい手法であり先駆的な研究となった。人間、環境学博士の学位論文、翻訳者に見るテキストの関連性、チェーホフの 妻まいの手紙の日本語訳を読んで、は、翻訳活動の社会、文化的意義と、自伝記的コンテクストを理解する研究である。ロシア文芸翻訳家ギルド、日本通訳翻訳学会、イスラエル翻訳学会所属、エレナ・バイビコフワケ、三島由紀夫、村上隆、村上春樹、吉本バナナ、伊藤誠、鈴木孝治、他がある。2010年より、 日本児童文学の翻訳に着手。役所には、新見南吉、灰谷健次郎、湯本和美及び市川信子の小学生向け書籍、及び長谷川義文、丸木春などの絵本がある。翻訳活動支援を目的とする、国際交流基金の翻訳プロジェクトに参加。役所は、アズブカ社、アンフォーラ社、エクスモ社、サモカト社、コンパスギード社など、 ロシア業界をリードする出版社により刊行されている。2010年以降は、外国文学史の日本文学特集号の弊社として、活動の場を得ている。テルアビブ国際ワークショップ報告、プロフェッション、アイデンティティステータス、トランスレーターズインタープリターズ、アズアンオーキュペーショナルグループ。2020年5月9日閲覧。 学位論文、文化人類学分野、夫婦生活の場面、若手研究者向けの学術雑誌サイエンスガーデンに、記載されたバイビコフの研究についての記事、学位論文、博士、京都大学学術情報リポジトリ、文芸翻訳家のページ、ロシア文学の新しいマッププロジェクト平成21年度、出版、翻訳女性一覧、 日本国際交流基金平成23年度出版翻訳女性一覧日本国際交流基金平成24年度出版翻訳女性一覧日本国際交流基金ロシア東大翻訳文学事情河野須キ子のコラムカーブの墨の本棚第68回目文学会2011年12月号2867ページありがとうございます